ちゃんと色分けされてる感じ。こんな感じで入れてるの。ヨーグルト食べたからね、今ね。そうです。本当だね、色分けされてるね。ねえ、色分けされてる。いい感じに色分けされてますね。はい、というわけで見ての通り検品中です。でもあなたの後ろがね、すごいいい感じにマークがドン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 。はい、はー、そうなのよ、ドンってなってるんです。あっ作業の途中にさ、コンビニ行ったの。一回ちょっと、まあ、ヨーグルトでも買おうみたいな感じで、ちょっとブレイクでさ、コンビニに行ったのよ。で、今帰ってきたの。アコーディオンにつけるさ、番号。あのね、肩につけると効率が上がる。っていうことが最近分かったの。最近分かって。中中肩につけてたのよ。肩につけるのよ。肩につけたままこの人、13283のままで、もう1328で。1328の人のナンバーをずーっと私はもう、身につけながらコンビニに行ってすごい帰ってきてヨーグルトを食べて、そう、全然気づかなかった。そう、すごい。せーの、チャラチャンラジオ。でもこれやって、これが肩についてる。今1328の作業の途中ってのが分かんのよすごいでしょすごいのよ、これ便利なの。今あなたは1328の作業の途中ね。そうです。すごいでしょ。すごくない？すごいです。これすごいのよ。すごい便利。はい、すごいサラサラになった髪の毛がまたね。えすごい。それ小春にね、進めてくるよね。ちょっと小春もその、ね、トリートメンティーよねトリートメンティーをちょっとしようかなって。トリートメンティー行ってきて、うん、ちょっと行きたいんだけど、これいつにしようかな。1時間だったね。1時間でもやってくれる。ああ、なんか最大もこの間ちょっとマックス、うん、ハイパー忙しき日々を送ってたから、うん、1時間でやってくれたけど、うん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 、1時間半あったらなんか頭の温泉みたいなやつをやってくれる、うん、なるほど、うん、すごい頭の温泉、うん、できるよ、どこかで。うん、なんでかっていうと、私ほら朝からやったりじゃん。朝からね、ここ、うん、まあちょっと向こうが空いてるかどうかちょっとあれですけど、ちょっとわかりました。はい、それで、まあ、メッセージがいっぱい来ております。ああ、首がね、あくびが、うん、はい、メッセージいっぱい来てて、もう全然読めてない。検品しながらとかじゃなくていいのかな。あ、ちょっと私、半分あれしながら、半分検品をしようって、半分ね。ちょっとこれ食べ終わったら検品しようみたいな。はい。コハルちゃん、モモちゃん、アロハです。ハロリです。ファンになって、初めてチャランポランタンのライブに行くことができました。お、チャラちゃんネーム、サヤンチョンです。はい。5月20日、金沢モッキリ屋の公演、本当に最高でした。ありがとうございます。小さなジャズ喫茶のようなこじんまりとした店内にぎゅうぎゅうのお客さん、番号は最後の方だったのに、うん、席とステージの近さに驚き、うん、ここに本当のあのチャランポが来るのか、この距離でと心臓バクバク、うん、チャランポランタンマーチの3人が後ろから入り口からね現れると、え、ちっちゃい、細い、かわいい、きれい、腹つやつや、ほんまのすごいもう一回言おうか、ね、うん、え、ちっちゃい、細い、かわいい、きれい、腹つやつや、ほんまのと、うん、不思議な感覚に陥り、目の前を通ってステージに歩く姿を見ながら感動で震えていました。嬉しいね。ね、そしてもう最高のライブ、もうセットリストがまた最高でした。発売以来ずっと聴いている紆余曲折集は名曲ばかりなのは当然なんですが、初めて生で聴く小春ちゃんのアコーディオンに、フーチのドラム、そしてももちゃんの歌、一つになった会場でポラーさんたちと出すコール&レスポンス無神経な女のね、詰め物系レスポンスや、うん、ムスタファの60歳は叫べたこと、うん、もう最高ポイントがありすぎて言葉で書き表せません。ありがとうございます。とっても贅沢すぎる全てが詰まったライブ、オープニングから最後なのに次の曲でまたそれを超えてくる感動が繰り返されて、 MC も YouTube での2人を見ているようで面白くて最高でした。すごい。輸入コンテナディスパッチは無神経な女の再現演技が、うん、チャランポを聞いたことのない旦那も面白くてよかったと言っていました。あ、褒められた、うん、よかった旦那さんと一緒にいたのね。そうですね。はい、
彼は初めてのライブは前情報なしで行きたい話く。うん。紆余曲折中も事前に聞くことを拒否していたため、会場まで行く車の中で初めて小さい音で紆余曲折を流しながら、大道芸人で歌とアコーディオの姉妹ユニットであること、小春ちゃんのアコーディオや遊戯の話や独立の話など、仕事人間の彼が興味を持ちそうなチャランポランタの場で少しだけ話していたんですが。え、すごい。なんか、そのさ、前情報なしに行きたい派っていうのが面白いね。すごい。うん、いいね。やはり輸入コンテナディスパッチについてマジで仕事で使う用語がめっちゃ出てきた。素人が普通一人でやろうとしないよとライブをとても楽しんでいた彼今は車でもよくチャランポの曲を聴くようになったと言っています。普段こんな小さいところでやる人たちじゃないよな、次どこでやるのと今後の日程を調べてまた行きたいと言い込んでましたが、唯一チケットが買えそうな広島は出張中で行けそうにないと残念がっていました。チャランポランタンマーチがあまりに最高だったので、カンカンバラカン編成も見てみて、また配信などしてくれないかなと思ってます。紆余曲折中回最終日の大阪なんて行けない人は絶対見たいよな、検討していただけると嬉しいです。満ち足りた気持ちでライブが終わり、サイン並んだのに本物の二人を目にすると言葉が出てこず、初めてなんですと怪しげに小春ちゃんに近寄るとアロリじゃんめちゃ似合ってると着ていたパープルの三重の T シャツを褒めてくれた小春ちゃんに涙目の挙句ますます挙動不審ももちゃんもニコニコ名前はとサイン書いてくれたのに、ようやく出てきた言葉はいい匂いがするという怪しい女でしたがかわいい。お二人は忙しいのにニコニコ対応してくれてとても嬉しかったです。推しを目の前にするとこんなに言葉が出てこないのかということが分かったので、次は手紙を書いていこうと思います。絶対そうするかわいい本当に休む日が全くないのではと思うくらい働いてる小春ちゃんもちゃん、休んで体大事にしてください。ファンはあなたたちの幸せと健康を祈っていますいやいやもう本当にそうですね。かわいいよ、はい、あのあんちゃんとにゅーちゃんもね誕生日ということで、うん、ね、アンニューちゃんいつも小春ちゃんを癒してくれてありがとうとね代わりに言ってくれてます。ありがとうございます、うん、3歳だったっけ3歳になりました、うん、はい、またもう一度ね、ファンはみんなあなたたちの幸せと健康を祈っていますってもう一回書いてってめっちゃ思いせーのチャラチャンラジオめっちゃ祈ってくれてるそうだね、しっかり睡眠とれて美味しいもの食べられますよう願っておりますと言っておりますね。ありがとうございます。もうこんなに最高な文章をありがとうございます。いいですね本当に。もう皆さんの健康も祈ってますから、本当に皆さんの健康も祈ってます、はい、皆さんもねヨーグルト食べてちょっとメイクしてね、肩に番号でもつけてちょっとコンビニでも行ってください。はい、はい、そんな感じで。そのねヨーグルトめちゃくちゃハマってるのよ。小春ちゃんがねセブンイレブンで発見した一番どでかい500円くらいするヨーグルト。バカみたいに高いのよ。もうほんとバカなのよ。だからまあでも3つ分くらいあるみたいなテンション。そうね、うん、3つはちょっと言い過ぎかもしれないけど、うん、そうめちゃくちゃいっぱいなの。うん、そうなの。これは最高の商品で、も各地にあるこれを買い占めてる人は私たち、うん、そう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 だと思う、うん、そんなこんなです。もういっぱいあんのよ。ほら、もうライブの感想嬉しいね。うん。ねえ。ね。もう。しかもまたね、東京公演はスペシャル編成だったっていうのもあって、うん、また違うライブみたいな感じでね。うん。また新しい感じで楽しんでいただけるのがね、すごい嬉しいですよ。うん、いっぱいメッセージが来てて本当にマジでちょっと読み切れませんけれども。はい、小春ちゃんももさんこんばんは。初めてのお便りです、まあ、チャラちゃんネームはおじさんは57歳でお願いします多分そうなんだろうね。いいネーミングだね。毎年更新されるのかな。今日のラジオで M カードの映像データを DVD プレイヤーで見られるようにできない、どうやったらいいですかといったお便りを紹介されていましたね、うん、でこっちはちょっと前のメッセージですけど、手元で試した、見たところ、無事に再生可能なディスクが作成できましたので、情報を共有させていただきます。普通に、ファインダーや、エクスプローラーで、円盤にデータをコピーしただけだと、ディスクを DVD プレイヤーが受け付ける形に焼けないというのが原因じゃないかと思います。すごい、ちゃんと。もう、なんか、マジで来てそう、来てよ。ね。ちゃんと。M カード大臣じゃない？これ M カード大臣。M カード大臣いたわ。うん。おじさま、M カード大臣57歳なんじゃない？これ。そうだ。はい。ちょっとだけ専用の後処理が必要なのだと考えています。うん。すいません。あ、申し訳ない。こちら Mac 環境ですので、円盤焼き専用のアプリを利用してビデオディスク焼くことを
で、専用のアプリを利用してビデオディスクとして焼くことでディスクを作成しました。はい、Mac の。ちょっと待って、これ始まると困るんですよ。始まるとちょっとダメだ、これ小春ちゃんそのもうそれ入ったわ、うん、いや、あのこちらのターム来ちゃうとちょっと困っちゃうんですよ。入ったわ、これ。うん、このターム来るってすごい困るんですね。はい、あの Mac ですとの話になってしまいますけれども、これ読める？ん？トースト21チタチチャチタニウム、チタニウム、トースト21チタニウムかな、多分チタニウム、うん、という有料アプリケーションを使いました、うん、お金で悩んでいる時間を買うようで申し訳ないです。え？あ、ちょっと高いんだこれ、このアプリが今日の時点で1万円くらい、うん、でも Windows 環境ではひょっとしたら Mac でも無料で同じことができるのかもしれません。なるほど。でもこのトースト20ティタニウムだとできるらしい。へえ。なるほどですね。まあでもちょっと M カードはいろいろちょっと勉強になりまして、うん、勉強になりましたんですよ。勉強になりました、うん、だからまああのーあと今の時代こう DVD 派も減ってきてたりするのかななんて思ったりしたんですけど、まだでしたということも分かりました、うん、そう、ちょっとやってみて分かったことが、やってみて分かったことはまだでした、まだでしたっていうことだけど、まああの後からまだちょっとコンテンツ追加されるので、そこは本当にあの素晴らしい、うん、あの嬉しいポイントではあるなとは思いますけれども、うん、チタニウム、はい、チタニウムです。トースト20チタニウム、はい、大阪のライブに夫婦で参戦します。おー、イエーイ、ありがとう、楽しみですと言ってます。はい、ありがとうございます。じゃあもう一個ぐらい、もうねちょっと本当にめちゃくちゃいいメッセージが来てますけども、はいはい、あ、待って、サヤン町はもう一個メッセージが来てた。まあ、いや、また今度にしようね。じゃあ、サイアン長、これは、未開封にしておきますね。はい。嬉しいね、いっぱい送ってくれるのは。はい。はい。じゃあ、タイトルからいきますね。はい。決して最速ではございません。小春ちゃん、ももちゃん、アロハ。ハロリー。京都の秋です。うん。怒涛のゴールデンウィークが終わり、ツアーが始まりましたね。少しくらい落ち着きましたか、うん、と言いつつも、グッズのネット販売の準備だったり、三次郎のおまけ動画の編集やアコーディオの検品だったり、私が見てるだけでもとっても忙しそうです。うん。お二人とも無理しすぎず、頑張ってください。さて、はい、きっと、小春ちゃんの心の隅で、心残りであろう。コハペディア、何度かお知らせしておりますけれども、次回は、90。90のどこで90歌ってみたよ、90ど根性があるからです。ちなみに最後のコハペディは去年でした。決してちゃんとやってと催促してるわけではございません。すごいめちゃくちゃ笑ってる絵文字がすごいたくさんついてますけども、30以上溜まっちゃってちょっと知りません。さすがに確かに心配だわ。これやばいでしょ。ど根性があるからだって。どうする、ど根性があるからだよ。もうど根性があるなんてもう遥か彼方の昔すぎて、もうちょっと待って、ど根性がある、ど根性があるって、音楽鳴っちゃった、うん、はい、すいません。知ってる曲流れた、うん、そうだね、ど根性があるってもうさ、はい、いつこれだよね。え、あ、待ってねもうそれにもしてないじゃん。なんだよね、あの小春、待って、どこあ、全然どこ調がいる、いや、もっと後なんだ、あ、もうやってないんだ、トンチンカンチン一休さんからこれホルダー分けしてない、最悪で、これもやんないと、これやばい、できることある、あるある、全然できる、これ あなたさ、これアクセスしなよって、ほらこれアクセスした状態で動画見たら CM 流れないのに、毎回 CM 自分で見てるじゃない。 CM 楽しいんだよ。あ、そっち派か、そっち派なんだけど、ね、そのちょっとできること、
あるある。全然これ結構普通なの、簡単なの。だから簡単だからやらなくなって、ね、最悪ですね。待って。90。歌ってみたよ、90。これで出てきますから。はい、ど根性ガエルでした。せーの、チャラチャンラジオ。歌ってみたよ、91は何？ちなみに。これ番号で言うとすぐ出てくるのすごくいいよね。すごい。ああ、そういうのがいい、いいわ。イエイイエイだ。7ヶ月前。ちょっと待って、信じられない。信じられない。そんなことある？半年以上前だわ。うん。しかも、この、また、検品のとこでやってるわ。うん。死ぬのがいいわ。この時番号何番だったんだろうね。死ぬのがいいわ、ね。すごい。あー、そっかー。うん、ちょっと少しでも進めてもいいですか？ね、進める。うん、ねえ、ど根性ガエルからですって言った。うん、ほら、ど根性ガエルからですよって言われてるよ。じゃあ久々にやっちゃう。すごい、見てよ。すごいね、投げ出さないんだ。投げ出さないよ。投げ出さない。え、投げ出す派？投げ出す派？うん。どっち派？投げ出す派？もう。投げ出す派。いや、こんなに溜まってるんだったらってこと？うん。いや、もう、任せる。コアペディア、コアルペディアとか、コアルペディア。なんとなくね。でもこれちょっとさ、うん、懐かしい気持ちにもなるし、まあいいかなっていう、なんか、いいよ。ちょっと進めてみる。簡単でもちょっと、うん、はい。はい。じゃあ、ど根性ガエルのテーマ、あれなんて名前？ど根性ガエルの歌？あれは何？あれは何なの？ど根性ガエルだった気がするよ。ど根性ガエルなんだ。歌の情報どこにあるの？ほら、ど根性ガエル、ほら。オープニングテーマ、鍵カッコ、ど根性ガエル。へぇー。エンディングテーマ、ど根性でやんす。もうみたいなやつがタイトルつけてんの？ど根性ガエル温度。これね、ど根性ガエルマーチ。なるほど。その下は？ん？ああ、じゃあこれだ。もうこれはさ、ちょっとさ、うちらの伝説の笑いが止まらなくなってさ、うん、ハム太郎のタイトルとちょっと近いものを感じるけど、やっぱハム太郎に勝るものは違うよ。あれはあれさ、ちょっとさ、ちょいちょい小春見てんのよ。あれ再生回数伸びてんの多分小春のせいだから。ハム太郎は違うじゃん。あれちょい見た方がいいよ、あなたも。いや本当にちょいちょい見てね。懐かしい。うん、普通に最初は何もね、何の免疫もない状態で。知らなかったんだもんだって、ね。全然免疫もない状態で、あ、なんかもう一個あんだって、何だと思いますかとかやってんの。うん。もうその次の瞬間からもう笑いがマジで止まんなくなって。なんだっけ、ちょっと調べてみて。え、動画？いや、違うよ、動画じゃない。うん、もうね、動画で見た方がいい、あれは。何？ええ、もうあれはもう、ほら、もうこれで。お願いします。もう多分笑い始めるところだから。もさ、ね、タイトルになってんじゃん。そうだよ。ドットコム太郎の続編の曲名を当ててください。ほんでね、小春がさ、前に見たところ、笑い転げてるところじゃん。ねえ。うん。カム太郎ドットコム歌、続きでちゅ。で、その後何だったら覚えてる？覚えてないから。え、覚えてないの？もう小春が何回も見てるから覚えてんだ。覚えてないよ。何？
え、覚えてないの？そんな後じゃないでしょ、しかも。カーソルめっちゃ後にしてるけど。あ、そっか、もうここら辺か。あ、ここで。え、は、え、もう、もうすぐだよ。ここか。うん。ここだ、ここだ。ここだ、はい。あ、ループ再生しそうになった、危ない。もう一応だ。次。歌続きでちゅう。浜太郎とってこ歌、うん。そのまた続きでちゅう。あ、もう惜しい、めっちゃ惜しい。もう惜しい、本当に惜しい。浜太郎とこ、浜太郎歌。浜太郎とってこ歌続きでちゅう。浜太郎とってこ歌。ねえ、シンプル、あの、もうすごい、あの、すごい、すごい普通に考えて、普通に考えて。スリーでしょ。あ、もうダメ、ひねってる、もういい、もう、言っていい、言っていい、何、いい、ハム太郎とっとく歌、ハム太郎とっとく歌、続きでちゅう、ハム太郎とっとく歌、また続きでちゅう。見た方がいいから、みんな。ねえ、もうやばいよ、なんでそうなんの、誰が考えた、マジで。え、これマジでみんな見て、チャラチャンラジオ106だから、106。もうあのね、でもなんか2人がなんか笑い転げてるの見て幸せな気持ちになりましたみたいな。違うじゃん、違うじゃん、違うじゃん、違うじゃ ん, じゃん、これ笑わないやついる、これ。なんか、で、なんか、ツボに入ってて受けるみたいになってて。あ、違うじゃん、違うじゃん、なんで笑わないやついる、これ。いや、もう本当なのよ。そうなの。ね、タム、タム、もうタム太郎になっちゃってんじゃん。ハム太郎とっとこ歌がまず何言ったの？いや、もうすごいのよ、もう。ハム太郎とっとこ歌、続きでちゅう。うん。そう。ハム太郎とっとこ歌、また続きでちゅう。すごくない？2とかじゃないんだよ、2とかじゃないんだよ、天才だな、2とかじゃないんだよ、うん、今回のはちょっとごめん、ハム太郎とっとこ歌とは違うんだけど、うん、ね、ど根性ガエル、うんうん、ちょっとハム太郎とっとこ歌のこと思い出しちゃって、うん、ハム太郎とっとこ歌しちゃったけど、ちょっとその、うん、今懐かしい気持ちになってちょっと読み見たくなっちゃったけど、でもやっぱ見て、みんな本当にさっきのやつを見て、うん、はい、そう、ど根性ガエルはですね、週刊少年ジャンプだったんですね、もともとあの漫画は、はい、に、あ、新ど根性ガエル、待って待って、もう新とかさ、うん、もうまたみたいになるじゃん、なんかもう無理、新ど根性、新ど根性ガエルが月刊少年ジャンプで始まったらしい、うん、で週刊はど根性ガエル、うん、うん、うん、そう、すごいよ。ああ、ちょっと待って、ごめん、ちょっと待って、もうハム太郎がちょっと今来ちゃってて、ごめんなさいね、本当に。はい。ハム太郎とっとこ歌ね。うん。はい、もう、これ、まあ皆さんね、ど根性ガエル知ってる人は本当にもう、こんなん知ってますわって話かもしれませんけども、一応あらすじ、始まりとしましては、はい、カエルのぴょん吉さんね、この、スティシャーズにいるやつが、公園に、ほど近い原っぱにいたところ、うん、地元の中学生ヒロシが小石につまずき、うん、倒れ込んできて、うん、潰されてしまいます、うん、ね、なぜかその表紙にぴょん吉はヒロシのシャツに張り付き、うん、平面ガエルとして生きていくことになる。ちょっともう何のことや、天才だな、もう天才的なスタートですよ、うん、せーの、チャラチャンラジオ、もう本当に、うん、もう本当に人情ギャグ漫画だそうです。いやー、ど根性ガエルいいよね、まずど根性ガエル字面もいいよ、いや、もうとっとこハム太郎も天才じゃん、もうとっとこハム太郎ってやっぱとっとこハム太郎何度も出てきちゃうけど、でもやっぱとっとこハム太郎、ど根性ガエルは本当に最高だね、タイトル、うんうん、タイトルがすごい最高、うん、本気ですごい、うん、いや、もう、いや、もうこれはすごいですね、本当に。あ、もう、すごいね、もうこれきっとね、もう、大オタクの方がすごい、もう、めちゃめちゃ書いてくださっている。すごい、こう、うん、いい感じに、とてもたくさんの情報を
ウィキペディアね。はい。ありがとうございます。こういうのね、ウィキペディアとか読むの大好きなんですよね、私はね、本当に。好きだよね。うん、大好き。チャランポランタンのウィキペディアでも、ちょっと、確かに、ところどころあれだけど。違うこと書いてたりするよね。うん。ちょっと待って、チャランポランタン何書いてある？と思うとなんかね、うん、全部ね、鵜呑みにするのあれだけどね、他の。ああ、そうね。ちょいちょいね。うん、ちょいちょい違うことあるんだよね。うん、あ最初もうスタートからあれしようか。うん。あでもまあまあまあいや大体合ってるよ、この最初の短いやつは。全然合ってるは全然合ってる、うん、なんですけど、メンバー2人は実の姉妹、共に神奈川県出身、かっこ小原は千葉県生まれ、あももももだぞって、ももだぞ、ももも千葉県生まれ東京育ち、はい、そうです、はい。ああ、ステージ上は秋が作ってる。それも間違いないですね。まあ、最近はちょっと買ってるのも今ありますけれども。はい。あ、すごいね。カンカンバルカのこともすごい書いてますね。ライブでの専属バックバンド、女性のみで構成。初期は男女混合。いや、最近も男女混合なんですよ。申し訳ございません。あ、マリーナちゃんのことも書いてある。そう、すごいよ。え？すごーい。いろいろすごいですね、でもね、これね、旧メンバーっていうのに振り分けられてる人とかいますけど、これ全然時々だってさあやちゃんとかもさ、久しぶりにレコーディング参加したりとかしてるから、うん、もう旧メンバーってのは基本的にいないんですよ、うん、小春の気が向いたら戻ってくるんで、なんちの、そうだね、うん、そう、本当にだから言うたらあれよ、どんどん所属メンバー増えていくみたいな、最後に100人ぐらいになって、うん、最後オーケストラになるっていうのはどうですか？そういう感じ、イメージ的には、イメージ的にはそうなんですね、いいね、うん、だからどんどんちょいちょい増やしたり減らしたり減らしたり増やしたりでずっと、うん、でもなんか会員が増えていくみたいな、うん、会員増えていくみたいな、怪しいの、なんか急に、うん、そうそうそう、うん、すごいすごい、結構忘れてることを書いてるじゃん。そうなのよ、面白いよね。うん。あ、でもここ、でもどう？どこら辺、あ、でも結構合ってるよ。すごいね。誰かが書き加えてくれてるね。すごいですね。すごい。J-Wave アローズの情報書いてある。あ、J-Wave アローズにてリスナーから駄菓子は好きかと聞かれ、駄菓子は大好き。子供の頃のおやつは欲しいもとゆかりのおむすび。すごい、誰が書いたの、本当に聞いてる、これはすごい、これはこれはこれは本当に多分この瞬間しか言ってない。うん、駄菓子に憧れていたエピソードを話す、マジ死ぬんだけど。で、ね、今は渋めのおやつ、煮干しを持ち歩いてる。2022年5月。すごい、めっちゃウケんじゃん、これ最高じゃん。今の放送日まで言ってる。うんうんうん、こいや、やっぱウィキペディア最高だわ、楽しい。まあ、正しいか正しくないかはもう置いといて、もうね、うんうん、すごいね、うん、うん、いや、すごい、やっぱいっぱい作ってるね。夏探すとか懐かしいね。ね、いっぱい出てるね。うん、すごいね、すごいね、あ、すごいいっぱい、あ、すごい、あ、もう、もう、じゃあね、あ、舞台、あ、ネモスさんの、あ、これね、今2個しかさ、あ、ネモスさんの書いてないじゃん。ネモスさんにこの間さ、うん、ネモスさんとご飯食べてて、ちょっとネモスさん情報だからちょっと小春確認しないといけないんだけど、うん、12本目らしいよ、小春。曲作るの。え、めっちゃやってんじゃん。え、そんなにやってたっけと思って。怖っ。だからそうなると、今2本しかないじゃん。あと残り10本。で、9本ぐらいあるってことよ。9本、10本。そんなにあるんだ、すごいね。いや、そうなのよ。意外と。じゃあ、それを書き加えてもらおう。はい、これもし見てる人が。次、12本目らしいです、私。ウィキペディア編集できる人なら。うん。そんなにやってた？そんなにやってたんだ。そうなのよ。すごくない？うわ、すごい。欲しい女の名前のスペシャル。待って、女の名前のスペシャル、ボリューム 2? あれ ?1 は ?1 なんだろうね。
わ、桃の二十歳生誕祭、ちやほやされるのは今夜まで。小春ちゃんのタイトルっぽいね。いえ。三十郎のやつがもう、あれなんだ。小春ちゃんのタイトルっぽいよね、三十郎のやつも。うん、三十郎って名前になっちゃったけどね。うん。懐かしい、すごいね。すごいね。はい。うん。なるほどね。はい。いや、まあちょっとここからね、うん、またさらにね、いろんなこと、はい、挑戦しようと思ってるからね、またこのウィキペディアに書き加えてもらえるように。ねね、全然さ、うんうん、コアペディア進んで、あ、やばい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 、チャランポランタのウィキペディアとか見ちゃって、うんうん、まずいね、こういうのやっちゃうんだよね。部屋の掃除しようと思ってさ、そういうこと、ね、違う、勉強しようと思って部屋の掃除始めちゃう人だよね。うん、はい、で、え、待って、え、これ、え、やったみたいなので思い出そうって、ね、なんか開いちゃって、見てみたいな、絵が大量、絵が大量すぎ、絵が大量すぎ、うん、はい、そんな、じゃあもうすいません、ど根性ガエルだけでも進めましょうか。はい、じゃあど根性ガエルというわけで、はい、2018年10月の時点ではね、全部の発行部数300万部、すごいですね。すごいですね。いや、もう本当にすごいですよ。いや、これはど根性ガエルいいですね、本当に。この曲はね、本当にカラオケでも、うん、今でもよく歌ってますよ、私は。ね、ちょいちょいなんか、やっぱね、この時代のアニメソングっていうのが、すごい個室に合ってて。うんうんうん、あー、それはそうかもね。何を歌ってもね、なんかしっくりくるんだよね。うん。そう。うん。だからね、もう、よく歌ってますよ。確かに。はい。この時代のアニメは確かにそうかも。うん。この間久々にね、同級生でもないか、まあ同世代の友達たちとね、カラオケに行ったの。うんうんうん。で、なんか途中からなんかヒップホップ系にさ、うん、流れてって、だんだん選曲がみんなの。え、そんなに歌えるのある？じゃあみんなね。あるんだみんなね。あるの。すごいね。キャンディータウンとかさ、それこそすごいね。そう、歌えるのすごいね。そう、歌えるのすごいね。そうなのよ、うん、なってきて、うん、全然そこがもう激弱でさ、私が。でしょうね。途端に何も歌えなくなって、うん、びっくりしたよ。ヒップホップどれ歌ったの？でもこれに関してはね、何も手出さなかった。え、そう、初めてレベルで。以前ね、うん、子供たち、うんうんうん、小学校3、4年生の子たちと遊んだ時に、うんうんうん、私以外小学校3、4年生の女の子たちだったのよ、うん、で、その子たちがね、ねえ、これ歌える、これ歌えるって、うんうんうん、その当時多分鬼滅の刃が出てきてた、もうすごい来てるよっていう時で、うん、そうこれ歌える、あれ歌えるとか言ってくるのが、ことごとく歌えなくて。はいはいはい。まあ言ってたね。やばいと思って、でもその時に、うん、使えた札っていうか、うん、ディズニーがね、やっぱね、うん、やっぱどの世代の前で歌っても、うん、わーみたいな、なるのよ。うん、でもそれがだから、それで立証されたわけで、子供たちの前で歌っても盛り上がったわけ、うん、ディズニーで。で、それで回避できたっていうか、あ、やばい、よかった、みたいな思ったんだけど、今回のこの、私の同世代の人とのカラオケで、今流行ってる音楽みたいな、ちょっとそっちに流れてった時に、でも手も足も出ない。何もできなくて、結果何も入れられなかった。大変。そのタームになったの。じゃあ我々はね、何でもできるというわけではなかったということで。せーの、チャラチャンラジオ。全くもって歌ない。なんか一緒に、なんかさ、もうラップとかと、もうそのなんていうの、後半一緒に言うのとかあるじゃん。なるみたいなやつ。そこをだから一緒に盛り上げることはできても、うん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 、自分から選曲して曲入れることができないわけよ。なるほど。こりゃ困ったなと思って。困ったなってなって、そう、ちょっとね、うん、
なるほど、大変ですね。大変だった、うんうん、それはそれは、はい、っていうね。まあそんなこんなで、あ、そんなこんなで、確かにな、藤井風の死ぬのがいいわとか入れたらよかったな。まあ、そのあれじゃなくても、でも近い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 、どちらかといえばね、藤井風とか入れたらよかったな。確かに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 、唯一私が歌える曲なのこれ、うん、はい。まあじゃあ、毒音上がる、でもいいね。毒音上がる先生は、ちょっとワードがよろしいですって感じで大丈夫ですか？はい。そう、お次が、91、死ぬのがいいわ。ん？ 91 だったっけ今。はい、91、死ぬのがいいわ。ワードはよろしくないんですけども、死ぬのがいいわ、だそうで。いかがですか？うん。こちら、2020年に、リリースの曲なんですけれども、うん、なんか、うん。ちょっと前というか結構前か、うん、なんかこの曲は、うん、なんか束縛のその恋愛の曲、うんうん、だと勘違いされてますけど、うん、そういうつもりで作ったわけじゃないみたいな、なんか記事読んだよ私。あー、なるほど。あ、でもなんかそんなようなこと書いてますよ。なんか状況後ね、買い物帰りにあなたとこのままおさらばするより死ぬのがいいわというサビのフレーズが降りてきたそうで、ずいぶん昭和な歌詞とメロディーだなと思ったけど、それが今っぽいトラップ風ビートと合わさったおかげで絶妙におもろい個性的な曲になって大満足って書いてます、うん、あれなんかね、それもあって、うん、なんだっけな、なんかね、なんかちょっと分かんない、ここに書いてないかもしんないけど、あ、歌詞のあなたについては、自分の中にいる愛しい人、自分の中にいる最強の人にしがみつきたいと、自分のね、うん、守りたい自分の中の大切な自分というか、なる、不快です。ね、不快ですね。うん。うん。不快ですね。ですね、じゃあ間違い間違い。不快ですねはすごいよ。うん、それ難しいですか。なんで、これでなんで不快になった？不快ですねって言おうと思ったの。不快ですね。不快ですね。今しっかりはっきり言った、うん。もう違いますね。難しいね、日本語。不快、これは海外の人大変ですね。不快ですねって言おうと思ったら、不快ですねって伝わっちゃったのはやばいですね。これ海外の人大変。だってイントネーション違うだけで。深いですね。やばいですね。深いですね。深いです。深いです。深いです。はい、すごい浅いね。なんか何回も言うと、うん。大変です、うん。はい、そんなわけで。これね、なんか TikTok かな、なんか発売直後じゃなかったっすよね。盛り上がったの。うん。そうなんだね。ま、最近はさ、発売直後じゃないものが盛り上がったりするじゃないですか。うん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 、分かってる欲しいんでしょうの方だったとかも。うんうんうん、あ、3年ぐらい前のリリースですからね。わかんないね。そう。だからもしかしたら、無神経な女とかは3年後。皆さん、乞うご期待ですね。3年後ですよ。皆さん、突然。そうだね。輸入コンテナディスパッチがね、5年後とかもしかしたら。突然花を咲かせる可能性は、うん、ほら輸入業がめちゃくちゃ流行ったりとかしてね、何十年か後かもしれない。そう、輸入業がめちゃくちゃ流行ったりとかしてね、なんか2回言うじゃん、うん、そう、なんかリバイバルヒットとかするもんね今はもう。まあそうだね、うん、だからまあでもそれの時のためにビデオがあるのとても良くないですか。 Yes I know the new day。 そうだね。どれ、私は私、あなたはあなたとのやつ、うんうんうん、はい、あれもねリバイバルヒットしてますから、はいはい、すごいですね。あ、8月、あ、日本武道館で行われたマンマンライブね、うん、マンマンライブがこの楽曲の公演映像が YouTube チャンネルに公開された時は、うん、コメント欄はタイ、インド、うん、エジプト、チュニジア、アルジェリアなど世界各国からの絶賛コメントが寄せられ、うん、それ以降 YouTube チャンネルの登録者数が激増、200万人を達成しっていう話ですよ。すごい、はい、すごいですね。
だからやっぱり、じゃあ輸入コンテナディスパッチのライブ映像を載せたらいいんですか。そうだね。いやでもさ、わかんない、数年後に何なんだろうこの歌って思われるの、あの2曲なんじゃないかなとちょっと小腹思ってますけどね。どの2曲？輸入コンテナディスパッチと、うん、無神経の女。無神経はね、そういいよね、なんじゃないかなと思いますけど、どうなんですかね、うん、ちょっとそこら辺を私たちも切望しております、はい、うん、そんなコーナーで、あのお頭よろしい、大丈夫ですか、はい、いかがですか、これぐらいでもうちょっと結構あ40分しゃべって大変なことが起きてるよ。じゃあ次はみんな、次はあアカペラで夢の中を歌った日ですね。あー、探し物は何ですかが、そう、はい、あの時これ結構じわじわ来るやつなんですよね、こいつらのサムネ、うん、これ確かにこれ多分あれあるね、あるないない、あれないない、これやってない、サムネ自体もすいません。じゃあそんなに忙しい時期、ね、忙しいとかね、いつも忙しいのよ。はい、そうですね、ちょっと次は歌ってみたい92夢の中へから。でもね、やっぱね、とっとくハム太郎のね、とっとくハム太郎のうちら あのチャラチャンラジオを見る限り、やっぱりちょっとあのコハビデオちょっとだけやろう、やっぱり、うん、ね、ちょっとじゃないとだってやっぱり ああいうことにならないですから、知らないもんね、だってとっとこどろとろ、とっとこどっとろ、そう、とっとこどっとろもね、うん、それ思うとそうだね、うん、ちょっとやった方がいいかもなっていい、ね、なんとなく思ったね今ね、うん、ちょっとここにチャラチャンラジオ、またね、チャラチャンラジオ、あ、チャラチャンラジオじゃないや、歌ってみたよのリクエストなんかもね、うん、あ、そう、はい、この最近この曲流行ってるらしいですよっていうのでもいいし、うん、欲しいですね、はい、お願いします、ぜひぜひ送っていただければなと、お願いしちゃいます、思います、ぜひ、そんな感じですかね、はい、そんな感じで、はい、今週末はね、うん、日比谷音楽祭があったり、その前にツアーもあるのか、北海道だね、うん、6月に北海道当日入りして札幌公演あって、ピョッと帰ってきて、うん、そのまま日比谷音楽祭という、はい、はい、じゃあそんなわけで今週も、はい、もうしばらく頑張りましょうということで、もうしばらく頑張りましょう、はい、これは今日か、そうです、5月も今日で終わりです。でもさ、こうあのさ3形態のさおまけの動画をさ5月中にもうさすがにやらないとって思ったんですけど、もう5月が終わっちゃいます、大変なことが起きてるんですよ、待って明日は、あでも2泊か、もうね、何もない日がないの。ずーリハね。だから、その後、行けるかな、あ、ある、なんかあるわ。ちょっと待って、まあ、考え、今日か。今日だ。かな。うん、今日かもしれん。ちょっと、考えよう、はい。すいません。ありがとうございます。何がありがとう、はい。そういうわけで。ありがとうございます。はい。そういうわけで。うん、ちょっと、5月終わろうか。私も、あれだ、連載の、あれを。ね、あなたね、連載は、ちょっと、最近車運転できてないな、っていう連載でいいんじゃないかなと思ったけど、どうなの？違うの？ちょっと考えます。なんで同じこと言ってた、この間と。ちょっと考えます。なんで違うのか。いや、ゴーストライターしようか。かけたらいいんだけど、確実にわかるからもう。こんにちは、ももちゃんです。いえいえ。ももちゃんですよ。いえいえ。最近車の運転してないな。だからハザードランプの場所もわからなくなってしもた。なぜならゴーストライターが免許持ってないから。ねえねえねえ、書いちゃってんじゃん。お文章でそれやってたらやばい。お不快です。おかしいと思われるよ。怖いね。はい。これは怖いわ。そんなわけで怖い。じゃあ今週もこんな感じです。うん、ごめんなさい。残りのね、でもなんか
チャラチャンラジオ見てライブに来ましたって言ってた人がこの間いたんですよ。大丈夫ですかって言ったんだけど、そんなやつがこの世にいるんだと思ってびっくりしたよ。もうそれでもありがたいよね。それでもこう、うん、なんかやめないで、忙しいのに更新ありがとうございます、どうかやめないでみたいな、ね、感謝されて、こちらこそありがとう。えこんなただ、うん、バカみたいな話をしてる。だってさ、もうほとんどさ、この間だってさ、うん、小春ちゃんがなんかなんかを、うん、スイカを、ああもう大変ですね、スイカ噛んで、うん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 、スイカ食べて、うんうんうん、なんか調子悪そうにしてた動画じゃん。ただそれだけじゃん。歯が痛い、うん、そうそうそう、それだけの動画じゃん。言ってただけの動画とかもさ、いや本当じゃん。本当すいません、本当に。はい、じゃあまあそんなわけでね、うん、今週もまだ数日残っておりますけども、うん、あーやばい、もう爪も伸びに伸びまくってるから買いに行かないといけない。はい、頑張りましょうお互いに、はい、そうですね、はい、そんなわけで残りのツアーも楽しみですてなわけで、ここまでお送りしたのはチャラバンタンボーカル妹のママと姉はコーデの声、あ、ね、全然検品してなかった、すいません、うん、すいませんも何もないから今から始めます。すぐです。はい、そうですね、はい、45分間もブレイクしてしまいました。やばい、大変なことが起きてる。はい、はい、じゃあではまた来週。はい、さよなら。さよなら、さよなら、バイビー。はい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 は